いや負けらんねえなー。え、考えますか、選出真面目に。ゲンガーポリツーマリルリ、めっちゃ海流から入りたいんだよなー。いや相手カバルドン展開、これどうやって崩してくるんだ。初手のマリルリとかか、むずっ。ちょっと待って、いや待てよ。いやボルドース、いや誰、わかんない、わからんわからんわからん。いや待って、負けるわけにはいかないから。え、海流から入ってゲンガーが鬼火持ってたら、それはそれでめんどくさいしな。ボルトロスでうまく崩しに行きたいな。でも初手カバルドンはないな。ガブリアスが怪しすぎるもんな。ガブリアスとかかマリルリから入られるとめんどくさいから、いやパルから入るか。パルカバーボルトで、多分この大会中で多分初めてメガなしの選出した気がするけど、この選出が騎士と出るか京都出るか、対戦よろしくお願いします。パルシェン、うん、チクチク、惜しい。これは完全に出し勝ちでしょ。ここは殻破っていい。うわー、吠えるか。吠えるは強くない？吠えるか、吠える持ってんのか。うわマジか。え待って、これあれだな、ボルトロス引いたら美味しくないな。美味しくないね。ガンプーだもんな、だって相手こんなの。ボルトロスそっと来てんねやな。まだカバに下げるか。いや、ホエールは偉すぎる。完全に出し勝ったと思ったのにや。ガンプー。ステロ絶対あるよな。ステルスロック巻かれるとパルのタスキとボルトロスが結構やられちゃうから、まあ、苦しくなるんだけど、まあステロでいいか、ここは。まあお互いステルスロック巻く。欲張ったね。ホエール全然考えてなかった。あくびで自信。いあくび連打か。ニートかぐや、この2体はボルトロスでいけるんだよな。うん、あくびでチクチク。だから相手多分ボルトロス、いやどうだろう、ガブリアスから展開すればボルトロスの起点にならないと考えたか。ボルトロスのこと考えるとラストなんだ。ガブ眠らせてくる。ここなーここなー。いや自信打つか。バシャーモとか出てきてくれたら美味しいんだけど。パルシェンとボルトロス見せてるじゃないですか。これ急にされたらやばいなと思うことで、あのパルシェンに対してもボルトロスに対してもバシャーモだったら対面有利取れるんですよ。だから交代して出してきてくれたらかなりうまい。ミョン、いやーこれが魂の一撃じゃー。これは勝っただろ。ボルトで抜ける、呪われてボディ、もういいわ、地震とか呪われてたもん。ボルトでいける、絶対に。ふぅー、かぐや、警戒しなきゃいけないのは身代わり。ただ、身代わりは見た後吠えて間に合う。だから、ここはあくびでいい。身代わり、これは見た後に吠えるで絶対間に合うはずなんで、
と吠えます。エアスラッシュはずるくね。よし。ガブリアス。いやこれは別にあれか、カバルドンいらないよな。いやパルに下げたがいいか、自信でいっか。あそうか、悲しわり打たれてた、忘れとったわ。パルに下げるか、やることないし。でここは別に起きられてもいいところかな。眠ってる、オッケーオッケーオッケー。でガブの攻撃はこんだけ HP あるパルシェンだったら何でも耐えるから、スララバリで。いや吠えるね、オッケーオッケーオッケー。え勝ったでしょ、テッカビアでしょ、ボルトロスで詰めて勝てる。で1600乗ったか、なんとか行きましたね、大台超えた。かぐや、おそらく5つ目か4分の1回復機のみっぽいけど、つららでいいはず。ボディバとかが負け筋か。もうなんか落とさせてくれ。よし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 、回復機じゃない、よかった。勇気の自信が完全に効いた。対戦ありがとうございました。深夜も3時も回りまして、誰とも大会マッチングしなくなっちゃったんで、最後にパーティー紹介して終わろうと思います。僕にしては珍しい特殊型のルカリオですね。なんかガルーラクレセリアみたいな、あとヒードランプラスアルファみたいな並びを崩してもらうために悪だけに特殊型で、まあボルトロスいつものやつ、高速移動で抜き性能を上げて悪だけみで崩し性能をまあ上げるみたいな。パルシェン、タスキ、まあ特にいいことないっすね。タスキを立てるに無理やりから破ってウェイするだけ。カバルドンいつものステルスロックしてあくびするだけの作業型カバルドンで、リザードンは、まあ、最近は Y も使ってたけど、今回は X ですね。なんかドヒドイレ絡みの並びが結構めんどくさいなと思ったんで、ボルト1枚だとちょっと崩すのめんどくさいなと思ったんで、まあ、リザードン X にして、ドヒドイレ絡みの陰キャサイクル崩せるようにしておきました。剣舞込みで。で、海竜がね、結構珍しいんだよな、飛行 Z にしては。まあ、なんかその岩石封じの枠、竜舞とか入ってるパターンが多いけど、まあ、どうせ今のご時世竜舞積んだところで耳かすに止められるんで、それだったら岩石封じで化けの皮を剥がしつつ飛行 Z で耳かすぶっ飛ばせるように岩石封じ飛行 Z 型にしました。なんかパーティー的にギャラドスがかなり重いんで、海竜舐められてるのか知らないけど、ギャラと海竜が対面したら絶対竜舞されるんで、なんかそういうところにも岩石封じ刺さったりしましたね。以上ということで、大会自体は残り11戦を残して、まあ、結果としては108人中ですか10位だったんですけど、まあ可もなく不可もなくといったところでしょうか。でも結構大会自体はやっぱり結構かなりそこそこ緊張感も持って戦いましたし、僕的にはかなり参加してて楽しかったんで良かったです。まあ、見てる方々にも楽しんでもらえてたらなと、そうだったら僕も嬉しく思います。これでこの大会最強実況者決定戦の動画は最後となりますが、まあ普通の動画でもよろしくお願いいたします。それじゃあ。